どうも、近藤と申します。今日はですね、ちょっとしたお知らせと、あと、まあ、軽くね、昔話みたいなのも軽く入れながら、いろいろちょっとお話できたらなと思うんですけども、まず簡単なお知らせから、させていただきますと、11月の6日から8日の3日間ですね、博多阪急の方でアスケートのホップアップが始まります。で、一応この3日間ですね、僕らも、まあ、彼一人なんで、彼のお姉ちゃんとかと一緒に、まあ、僕と原口、ちょっと渡辺がちょっと都合あって来れないんですけど、まあ、お手伝いということで遊びに行かせていただきます。ぜひね、博多阪急6、7、8、どれでもいいんで、遊び来ていただけたらなと思います。で、一応その際にですね、6と8は通常営業。まあ、アスケートまんま博多阪急持ってきたよ、みたいな感じになるんですけど、だから靴もあるし、みたいな。まあまあ、そのまんま通常営業のアスケート、今全然お店やってないんですけど、まあ、アスケートはそのままぶち込んだというような状態になるんですが、7日、11月の7日だけですね、抽選販売になっておりまして、入場自体が抽選の入場になります。で、180名のみが入場できるというような状態になっております。で、一応ですね、その時にまあ、いろいろとね、まあ、アスケートのインスタとかいろいろ覗いてもらえれば、どんな商品が出るかとか、まあ、いろいろ見れるんですけども、まあ、僕が一応ちょっとお知らせしておきたいなということが、まあ、その販売アイテムの中に一つありまして、それがですね、こちら。ビニールも被ってますけど、キックスシックスとアスケートのコラボ商品が販売されます。はい。ちょっとですね、まあ僕、どっちも撮ってるというか、ちょっと他の YouTube やってる人とか、キックスシックスもアスケートもいろいろちょっと紹介しにくくさせてしまってるのが多分僕だと思うんですけど、やっぱり仲良すぎるっていうか、なんかこう癒着みたいな感じになってて、3点セットみたいな感じで結構活動してきたところが、まあ僕の YouTube 上あったので、まあぜひね、ここの2つがコラボするんであれば、ちょっと僕がね、紹介させてほしいという形で、まあ一応博多のね、ポップアップのお知らせとともに、ちょっとこの動画撮っております。で、一応ですね、まあ、そもそも、キックスシックス、アスケートと、こう、僕のね、こう、出会いって何かっていうところね。ちょっとおじさんの出会いとか、ちょっと興味ない人は、ちょっとここで、ブラウザボタンでバックしてもらっていいんですけど、僕がですね、これまあ、サロンとかのブラグとか書いたことあったり、ライブとかでよく話したことあったような気がするんですけど、ちょっと動画にすることが多分なかったと思うんで、令和元年のね、5月1日、まあ、令和の初日の日ですよ。その時に、まあ、令和の初日だからっていうことで、いろいろどっかの店舗、まあ、シュプリームだとか、ナイキだとか、リストックあるんじゃないかなと思って、まあ、現場うろうろしてたと。で、そのタイミングで、もともとですね、2週間ぐらい、5月1日から14日くらいまでだったかな、キックスシックスが原宿のね、まあ、今 FR2 になるところの前で、ポップアップやるというような状態でして、で、もともと僕はキックスシックス、シューレスよく使ってたので、そのポップアップ行って、いろいろちょっとこう買おうかなと。で、YouTube も始めようと思ってたので、まぁ、ちょっと紹介させてほしいっていう挨拶込みでね、5月1日に並びに行きました。その時はね、5000以上買ったら令和シューレースもらえるよ、みたいな。それがちょうど俺の1個目の前で売り切れる、みたいなことがあったりとかしたんですけど、その時にちょっとまぁお話しさせてもらって、ちょっと紹介したいと。その時社長ちょっと、変なやつ来たな、みたいな感じであったんですけど、今はね、まあまあもうだいぶもう仲良くなりましたから、あの時は確かにちょっとね、なんかピンボクさえ来たならしい変なやつが、ちょっと生きて、ちょっと紹介させてもらっていいっすか、みたいな感じでね、入ってきたものがあったので、まあそろそろでね、こう対応困ってたような感じはあったんですが、一応ちょっとまあ僕もね、まあもともとその紹介したいのもあったし、挨拶がてらみたいな印象付けておきたいっていうのもあったので、販売してたね、パッケージ、オリジナルパッケージ、そのポップアップ限定のパッケージ全種類買うっていう。まあちょっとそれはね、別の動画でも一回紹介してたりするんですけど、まあそれもまとめていろいろ紹介したいなということで、買わさせていただいておりました。で、まあちょっとこれじゃパンチ弱いかなと思って。その次の日より原口連れてもう一回行きましたから。もう一回行ってね、なんかまあちょっと印象付けておきたいなっていう。まあその時社長多分覚えてるのか覚えてないのかちょっとなんともわかんないですけども、まあキックスシックスのそのきっかけ、そのちゃんと、社長と、まあ、スギアカ男子になる今野がこう接したっていうのは5月1日が、一番最初になるんですね。まあ普通にお客さんとして、この人見たことあるなっていうのに何回もあったんですけども、ちゃんとこう、今の僕とキックスシックスの社長っていうつながりは5月1日になるんですよ。で、その後に、ポップアップで買い物して、で、まあ僕いつも原宿友達の、なんかまあ、僕より年齢上のね、方々がいるんですけど、その人たちとご飯したりとかしてたタイミングで、たまたまね、その僕の、その原宿友達の一人の方の、また、その知り合い、ちょっとややこしいんですけど、その、俺の知り合いの知り合いが、
もともとアンディで働いてた人がちょっとリセールショップ立ち上げて、それ今日発売、今日からオープンなんですよつって、で初日だからいろいろ安くしてるらしいんで一緒行きませんっていう軽くこう声をかけてくれてて、あこんちゃんも行くみたいな誘ってくれて、でめちゃくちゃ俺も夜勤明けで疲れてたんですけど、ちょっとなんかまあ断りに行く様って、じゃあ行きましょうかつってファーって行ったのがアスケートだったんですよ。でアスケートの初日まあだったんで本当に物安くて、でそこでパッと見て、まあ、1時間ぐらいいたんかな、1時間ぐらいはお店ぐる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 してて、まあ、それも結構もう万引き寸前みたいなねぐらいいるっていうか、そんないるやつ多分いなかったんで、でその時にデラソールのローカットのダンクを手持ちがなかったから取り置きしたいって言って、で原口用にダイヤモンドのブラックがあったから、それも電話でこれあるよつって、1万9000円だよめちゃくちゃ安いつって、でそれ両方取り置きしてもらってちょっとまた来ますつって、でその時にちょっと YouTube やろうと思っててって、全く同じ日にね、全く同じこと言ってるんですよ。で Kicks6 にもアスゲートにもちょっと僕で YouTube やろうと思っててって、同じ日に挨拶してるっていう、ほんでどっちも苦い顔してましたマジで。まあそれはね、全く知らんやつがいきなりね YouTube って言い出したらちょっとねピンとこないというか、まあきつそうな目はするだろうなと思いましたけど、めちゃくちゃしっかり覚えてます俺は、あの時のあの二人の濁った目いやこれはちょっとなんとか頑張るしかないなとは思ったんですけど、そのまあスケートの、初日もう5月1日、だからスケートと速やかなしの今野に、接したのはここが5月1日、だから気持ち悪いんですよ。なんか本当結構偶然っていうか、まあなんかたまたまって言うとあれなんですけど、こんなに一緒にこうねコラボしたりとか、普段から仲良くなったりする人たちの組み合わせがその令和初日で、みんながちょっとそれぞれ新しく一個踏み出そうとしたキックスシックスはもう原宿でポップアップやる、でアスケートはお店出すって、俺は YouTube 始めて、それぞれのきっかけの同じ日にたまたま会えることができて、なんとなくこう別にシンパシーとはまたちょっと違うんですけど、なんかこうなんかしらを感じてるというか、でそれもあって、でまあもう当時キックスシックスは普通にもうアトモスにも入ってましたから、まあ全然有名なわけですよ。でまあうちらとアスケートは全然有名でもなんでもなかったんで、ちょっとこれはね一種報いたいというか、そういうこのやってやるぞ精神でね、一緒にこう走ってきた感がめちゃくちゃすごくあって、それもあってやっぱこうで特にキックスシックスなんかは最初ちょっと嫌そうな顔はしてたかもしれませんけども、僕が紹介したことでリアクションくれたりとか、キックスシックスのインスタなんかでも紹介してくれたりとか、いろいろ宣伝してくれてね、でそれのおかげもあって、間違いなく登録者の伸びが早かったと思うんです、その時のスギーカー YouTuber の中では。で紹介してる人は特にいなかったんでね、まあそういったこともあって、まあ不思議な縁だなと思っているんですけども、まあそういった金もあって、まあスケートとこう僕らに関しては同じ釜の飯食ってるっていうか、ちょっとしんどい頑張んなきゃなっていう心の貧乏っていうかなんかこう懐がちょっと寂しいようなね、状態の時に出会って、何クソ根性で一緒に頑張ってきてるんで、まあこういうお手伝いとかそういうもの行ったりとかするんですけど、まあそれもね、まあ今回もまあちょっと来てほしいってことで、まあ行くことになるんですけども、これがまた不思議でね、ちょっとキックスシックスとアスケートと僕らのお客さんってほぼ同じっていう、そのどっかだけ好きでどっかだけ知ってて、この二つ知らない、この二つ嫌いっていうのがほとんどない状態なんですよ。キックスシックス好きだけどコンの嫌いとか、コンの好きだけどアスケート嫌いとか、アスケート好きだけどキックスシックス嫌いとか、なんかまああまりなくてですね、ほとんどのお客さんがまあ合致してるっていうことって、まあそれもなんかこう一緒に仲良くやってきたところもね、結果としてあるのかなと思うんですけども、まあそんなね、キックスシックスアスケートを繋いだのはもちろん僕なんですよもちろん俺なんですよね。ここの、キックスシックス挨拶でアスケート挨拶行って、で、まあいつぐらいなんでしょう、 YouTube 始めてたから一通り、なんとなく落ち着いて3、4000とか言ったのアスケートを動画で紹介した後とかぐらいだと思うんですけど、キックスシックスの社長もすごい興味持ってて、でちょっとみんなでご飯行きましょうってなって、で、まあ、僕が繋いだと、いうところもあって、でも普通にもうそれはそれで仲良くて、で僕が10月ぐらいにコラボの収録出したじゃないですか、これかな、はい、4種類出させてもらって、実はね、
あれ10月ぐらいに、アナウンスが10月とかだったっけ ?11 月とかだっけ?で、販売自体がもうちょっとね、遅くて、で、お届け自体が1月2月とかなっちゃったんだったかなと思うんですけど、本当はね、そのタイミングでアスケートがね、まあ、決まってたんですよ。やるって。だからタイミングとして、俺が先にキックソー6にやらせてくれってお願いしたから、先にお願いした、じゃあ今度さん先、ね。で、アスケート次ねっていう状態だったんですよ。で、たまたまこれもね、僕が希望したのと、奥山さんが希望したのがオーバルだったんですよ。二人ともオーバルで出したいってキックソー6の社長にお願いしてて、それで、まあ一応先にオーバルやらさせてもらう。まあ僕がもともとそのポップアップで提案してたってのもあるんですけど、オーバルをやることになってて。で、一旦バッて出してから、で、販売が終わって、で、多分僕のインスタの方でもね、実はキックソー6アスケートもコラボあるよ、みたいなことは、多分ストーリーかなんかでポンって出したんですけど、まあなくてね。まあなくて長かったっすね。だからもう一年経ちました。ね、あれからだからもうほんと1年経ったような状態でようやく商品化おせよと双方に言いたいですけどめちゃめちゃね長いことだから僕のストーリー見てうわ欲しいです気になりますって言ってくれた人も待たしたなと、それがとうとう11月7日に販売がございます。はい。で、まあそれがですね、まあこちらアスケートとシンプルでしょう。この白箱に黒のいかにも奥山今日が好きそうなと言いながらもここにね、キックス6の4キックス6という風に書いてあったり、ここにアスケートキックス6という風に書いてあったりと、そしてここにサイズと同様に、ここにもアスケートキックス6と載ってるというようなね、シンプルっていう白と黒。これね、アスケートとキックス6もメイン白と黒なんで、これも不思議なところでね、ちょっと気持ち悪いなっていろいろ偶然が重なりすぎて、まあ、僕もそうって思ったりはしますけど、まあそんないろんな偶然、まあいろんなこう出会いとかが重なったものを、ちょっとね、紹介させてもらえるということでね、俺やりますよつって、言われる前に言いましたけども。一応これが、11月の7日にとうとうリリースされます。博多のポップアップで。一応まあ、その、オンライン販売とかっていうね、話もどうだっていうところもあったんですけど、アスケート今お店をね、まあそのコロナ禍の影響からもうちょっと徹底してやりたくないと、まあ店主が言い出してて、で、まあイベントで直接お客さんに会えた時にだけ売りたいっていう、まあ結構強い要望もあって、まあそういったね、運びとなってるわけなんですけども、なんで、まあ一応博多、まあだから、本当に、ね、遠いとこからお越しいただいてる、いただける方が本当に非常に多くて、もう行くよとかいろんなとこからね、多分北は本当に青森、もしかしたら北海道とかもいるかもしれないんですけど、がいたりとか、まあ本当に大阪、もう大阪でもそうですし、東京から行くでもすごいね、遠方の方たちになってしまうんですけども、本当にいろんな方が来てくれるということで、ぜひね、抽選で手に取ってほしいなと。で、一応これ180人が抽選として、入場できるようになるんですけど、商品は500個あります。はい。で、500あるんですけども、その内訳はちょっと言えないんですけど、まずサイズの話で言うと、140と120があります。だから、ローカット、ナイキで言うとの、ローカットの120が、まあ、結ばないバージョン。140が結ぶバージョン。で、ジョーダン1だったら140が結ばないバージョン。っていう感じ。冗談を結びたいっていうのあるとちょっと足りないんですけども、まあ一応、アスケートのね、まあなんとしても売りはこうダンクじゃないかというところから、まあオーバルでやりたいっていう、どうしてもね、オーバルだけでいきたいみたいなね、要望も最初は強かったんですけども、まあいろいろちょっとそれはまあ話し合いがあって、まずは一旦、博多でオーバル。白と黒。アスケートとキックス6のカラーですね。その2色が出ます。で、一応ですね、ざっくり。商品をまあこういう風にパッケージとして入っておりますけども、開けますと、一応ですね、キックス6のオーバルの白です。はい。それの、こちらチップ、これ見えますか？ちょっと見えねえかもな、これ。見えるかな。はい。これがアスケートっていう風に入っております。ここだけなんですよ。このシューレースに文字が入ってるとかそういうことではなく、キックス6のシューレースなんですよ。ただ名前がアスケートとして出ます。はい。ほんと、ここのね、差だけになるんですけども、どうしてもこのシンプル、キックス6の白にアスケートっていうね、逆にこのシンプルさでいきたいという、まあ、双方の、希望のもと、こういった商品が、まあ、出るというような状態になっておりまして、で、これね、
実はちょっと特別なことになってます。で、そのまあさっき言いましたけど、アイテムが500、あるっていう話なんですけども、これね、実はシリアルナンバーが入っておりまして、はい、まあこのシリアルナンバーっていうのが、あ、これね、ごめんなさい1000ありました1000? 多分1000、あ、わかんない、これ俺が今持ってるのサンプル品なんで1000分の000ってなってるんですけど、まあそういった感じで何分の何とか何とか何とかっていう風になっております。なので、手に取っていただくものそれぞれが一つしかない特別品というよね、まあちょっと彼なりのお客さんを楽しませたいっていう、ものが入り込んでるようなものになっておりますので、ぜひね、ご希望の方は手に取って、でアスケートで購入したスニーカーなんかにもねつけてもいいと思いますし、まあシンプルに白欲しいな黒欲しいなと思ってた方でも、まあ一応今回しかまあこのオーバルに関しても出ないので、ぜひね手に取って、そのまま購入してもらっていいのかなと。まあこの箱自体ももう多分今回のみなんで、こういうこれだけでもちょっと記念品として欲しいっていう人はもしかしたらいるかもしれないんで、ぜひねお買い求めいただけたらと思います。でそれでこの11月7日の抽選なんですけども、その180に入れるって言いましたが、こちら購入制限なしです。はい、なんで下手したら1番が全部買い占めるっていう可能性もありますがまあないか、っていうことができてしまうあれなんですけども、ぜひね、そこはなんとか抽選勝ち取ってぜひね、購入していただけたらと思います。ちょっとまあそこ決めてるの僕じゃないんで何とも言えないんですけど、一応販売方法としてはそういったものになっております。はい、ということでね、白と黒と2種類、厳密には120、140があるので4種類、この4種類をね、お買い求めいただけたらと思いますので、ちょっと長々とね僕の話が長かったかもしれませんけども、まあ、そんな感じで、まあ、よく聞かれるんですよ、キックス6の出会いなんですかとか、アスケートの出会いなんですかっていう、でキックス6はアスケートなんで長いんですかとかいろいろあるんで、もうこれで一気にね終わらせてほしいなというところもありますので、ちょっと長くはなりましたが、ぜひお買い求めいただけたらと思います。ということで博多半球でお待ちしております。よろしくお願いします。17分30秒か